はい、どうもことです。いつもですね、ブログを見てくださってありがとうございます。さて、今日はですね、自然と、自然と結果を出すための、まあ、いい方法みたいな話をですね、していきたいなと思います。なんで今日はこの話するのかっていうと、割と、うんまあ、気合を入れて、どうのこうのとか、えー、死ぬ気でやります、どうのこうのっていうですね、 まあ,あ,のあまり長続きしない、長続きしないやり方をしている人が多いなと思ったので、ちょっと今日はこの話をしていくんですが、えーまあ、自然とです、ね、結果を出す。これ何かっていうと、習慣ですね。習慣。で、まあ、この習慣なんですけど、僕らってあの1日のもう半分以上がです、ねまあ、潜在意識レベル、まあ、無意識レベルの習慣。 でで、まあ、成り立ってるわけなんですね、えー、例えばなんだろうなうん朝,起き朝起きて歯を磨くとかうん、まあ、毎日朝お水を飲む,ので飲む人であれば、まあ、起きてすぐ水を飲むみたいなこうやらないと違和感を感じるような習慣ってあると思うんですけども、えー、これですねこれを 見方につけるってことなんですけども、じゃあ、どうしていったらいいのかっていうと、習慣、今やってる習慣、多分毎日こう、一日を振り返ると、一日やってることをこう、バーっと書き出すと、それを継続することで、自分に、将来的に自分にどんなリターンが得られる習慣なのかっていうのを、もう一個ずつ振り返ってみてもらいたいんですね。で、まず、じゃあ、例えば、いつも習慣があるとして、 テレビをつけるっていう習慣があるとするしますよね。毎朝起きて、すぐテレビを、僕テレビ見ないんであれですけど、毎朝起きてテレビを、テレビのスリモコンのスイッチを押すっていう習慣がもう無意識にある人って言いますよね。っていう場合、その毎日、毎朝テレビを見る。で、えー、何を、何の情報を得るために見てるのか、なんとなくつけてるだけなのか、それともテレビを見,見ることで、毎日こう天気をチェックしたいとか、 えー、なんかね、お仕事上必要な情報を得るためであれば、まあ、いいんですが、テレビってやっぱり CM もあるし、やっぱ邪魔な情報っていっぱいあるわけですよね。まあ、僕の中ではテレビはあんまり、えー、いい効果を、まあ、割とネガティブなもの、情報も多いし、えーまあ、洗脳というか、えー、コントロールされてる、えー、まあ、これはあんまり言いませんけども。 テレビによってね、僕らはコントロールされてると、僕は思ってるので、あんまそのテレビとか,つ,かつけないんですけども、まあそれがまあ自分にとってですね、いい習慣であれば続ければいいと思うんですけども、そのテレビをつけるって習慣が将来的に自分に何のリターンももたらさないのであれば、その習慣をや,やめるべきだと思いますし、っていう感じで、いい習慣。例えば毎日ブログを書くとか、毎日こう日誌をつけるとか、まあ自分の仕事,にと仕事のスキルを上げるために、毎日コツコツやってる、こう、 スキルアップのためのトレーニングだったりとか、そういう毎日、えー、将来ですね、自分にリターンをもたらすような活動があったりだとか、テレビみたいにこう、何もリ,リターンがないような活動もあるわけですね。でそれでは選別してですね、良、えー、くない習慣を消していって、いい習慣だけを残す。で、その習慣を続けること。毎日、ずっと続けることですね。 で、えー、この時に、まあ、毎日毎日やるの大変だと思います。で、まあ、中にはね、毎日やってない習慣もあるかもしれないです。一週間、一週間ぐらいの中でやってることを書き出してみたら、まあ、二、三日に一回しかできてないこともある。でも、それは将来自分にリターンをもたらすような活動であると。えー、気づいたのであれば、それを毎日やっていく。で、えー、これ一番大事なのは、その習慣を続けることですね。 で続けることなんですけど、これ僕いろんな習慣やってますけども、まあ、ブログだったり、この動画だったりとか、えー、日誌書いたりとか、広告の手書きだったりとか、いろいろやってますけど、一番のコツは質を求めないことですね。質を求めず、えー、何を求めるかというと、継続するっていうことだけを、だけにフォーカスするわけです。なので質を求めずに、とにかく毎日これをちょっとでもいいからやるんだってことですね。 例えば僕なんか広告のね、売れた広告の手書きして、まあ写経とか言いますけども、手書きするときとかは、あの、前は結構1日30分とか1時間やってましたけど、もう最近なんかはあの3分とか5分とか、もうほんと1行で終わったりとかですね、ぐらいのレベルです。でもそれは、えー、継続っていう部分に関しては続いてるわけなんで、自信にもなりますよね。 でこの動画とかも僕もたまにパッとしないあの意味のわかんない動画を撮ることがあるじゃないですか。<laughs> まあ、意味の、意味がわかんないかどうかはちょっとあなたが判断することですけども、まあ、動画の質もね、いろいろあるわけですよ。いい話してるときもあるし、空回りしてるときもあると思うんですよ。ですけども、それも、あの、継続っていうところだけにフォーカスしてるんで、特に質は、あの、禁止すぎないってことですね。もちろんいいものが出せるんであれば出すときは出した方がいいですけど、 気が乗らない時ほど、もう,ざもう雑でもいいんで、さっとやってしまうみたいなことも大事です。それが結局、えー、今日今もできなかったなっていうところにフォーカスするのじゃなくて、今日もできたなと。いまいち、質はいまいちだけど、今日もできた。ってことで、えー、毎日続,続けていく。30日、60日、えー、90日、半年、1年。で、僕なんかもう3年ぐらいやってるものもありますけど、そういうふうに、それぐらいるってくると、 もう自信になるというか、自信になるし、えー、止められない。もう無理なんですよ。もうやらざるを得ないんです。やらない方が、あのー、違和感がある。だからその歯磨きとかそういうのと一緒で、えー、やらない方がこう気持ち悪い状態になるというか、って感じになるんで、そうなったらもう勝ちですね。うん、なので、今からもし続けていきたい習慣があれば、もしこれがやら やらないことに違和感を感じるほど自分の習慣になったらこれは勝ちだなって思うような習慣があるのであればぜひ始めてみてください。質を問わず、えー、毎日継続すること。継続することだけにフォーカスしてやっていくことをお勧めしますで。そんな感じで,ですね。今日はですね、えー、自然と、まあ、結果を出す。まあ、今日の話した習慣を制したら、あのー、もう自然と成果が出ると思うのでぜひですね、やっていってみてください。 で、そんな感じで今日は終わっていきたいと思います。ではまた。